さあ行くぞ。ロンド先生、俺の真骨だ。怪我はないか、みんな。うん、まだ戦えるよ。暑いな。ああ、同じ暑さでもカラグリはもっと乾いてたのに、ベタベタして気持ち悪いや。おまけに蒸れるし、虫も多いし。大丈夫フルル？フルル、確かに。ただ歩いているだけで体力が奪われていくようだ。木が生い茂っているせいで見通しも効かない。みんな隊長と敵の両方に気をつけろ。こういう時はさらに熱い風呂にでも入ってさっぱりするに限るが。どこにあるんだよそんなもん。アルフェンはあまり辛そうじゃないね、そんな格好してるのに。ああ、今まであまり感覚がなかったせいか、この暑さもどこか新鮮な感じがするんだ。それせっかく感覚戻っても結局倒れるんじゃ。やってやれ。絡めとる。レンガだ。まだ炎症が。大火を飲み込む。どうだ。あっちを止める。攻撃に出る。レイリスから。大火を飲み込む。正常の螺旋をなせ。こいつ突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった。
任せたぞ。サイカを飲み込み、正常の螺旋をなせ。レインストローム。サイカが飲められたか。止める。サイカを飲み込み、正常の螺旋をなせ。レインストローム。サイカを飲み込み、正常の螺旋をなせ。レインストローム。先行任せてよ。これでどうだ。サムライ。早手の舞。交流連合。私の手が必要か。早手の舞。エアクラッソ。早手の舞。早手の舞。エアクラッソ。マジンコ。エアクラッソ。まだまだ。とどめだ。こっちこっち。ハンマー。うん。前よりも動けそうだ。またうっそうとしてんな、こりゃ。うん、何もかも植物が飲み込もうとしてるみたい。私はメナンシアの森の方が好きだ。同感ですが、今お国自慢しな。スルルは隠れてて。やれるぞ。どんどん先生援護するぞ。相手に乗ろう。メイルストローム。サイカを飲み込む。メイルストローム。にしてやる。準備は整った。サイカを飲み込む。正常の螺旋をなせ。は俺が。突進は私が止める。お願い。サラ。早手の舞。レアスラット。早手の舞。レアスラット。早手の舞。レアスラット。行けぞ。ジェネシック。俺をオーラム。せっかし。早手の舞。ネガティブゲート。火の精霊。レアスラット。決めたまえ。発信を奪う極寒の光源よ。フリーズランサー先行。エンレイジテンペスト。やれるぞ。バーナス攻める。かわせるぞ。ルボコリスの前。エアクラッソ。恵みの光よ。この前。
めたまえ。これまでの戦いが実を結んだな。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。全力で行くぞ。は俺が守る。動きを封じてやろう。任せたまえ。メイルストローム。大火を飲み込む。正常の螺旋をなせ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 。メイルストローム。エアやれるぞ。エアスラット。は俺が。すんげーきつかった。このまま進むのかは熟慮すべきだな。この気配は…諦めも肝心だ。どこに投げるかな。来たぞ。次はもっと大きいのを釣りたいものだ。お疲れ様。来たぞ。まあこんなものか。手慣れたものだな。
まあこんなものか。やっぱり手際がいいな。だ、仕切り直そう。あまり見かけない魚だな。こいつは煮るのか焼くのか。おお、これひょっとして、ひょっとしてじゃね？備えあればというが、お金の備えが。
仲間の気配がするの？クルルは隠れてて。メイルストローク。大丈夫か？正常の楽天をなせ。攻める。かわせるか。早手の前にエアスカット。早手の前に。あの致命傷になりかねる。それを防ぐのが私の役目です。ここだ。早手の前にエアスカット。止められたか。止めにくいぞ。この戦場は今の我々には厳しすぎ。よし。ん？そんな。おう。ティオハリム。では、ティオハリム、私は今が旬の釣り場を調べておきます。うん、そうか。釣り具は用意しておきますので。あ、釣った魚は焼きます。刺身にします。そのあたりは任せよう。俺をオーラで。早手の前にエアスラット。
それでより多くの人を助けられるな。うん、そうだね。私の手が必要だ。
このまま進むのかは熟慮すべきだな。どうしたんだ？断崖は相当な難所らしい。ここらで一度休んだ方がいいと思う。でもシオンは待ってるんだよ。だからこそだ。え？断崖とやらがどれほどのものだろうと、我々の真の脅威はその先のボルラーンだ。ここで焦って消耗はできない。ましてや怪我は論外。そういうことだな。はい。それにアルフェンもまだ本調子ではありません。俺なら大丈夫だ。そうか、なら私が休みたい。それなら文句ないな。わかったよ。なあ、今更だけどさ、アルフェンってどうやって300年も生きてるんだ？わからない。レネギスを離れてからカラグリアで気がつくまでのことは今も思い出せないんだ。まだ戻ってない記憶があったのか。一部の星船には眠ることで死を遠ざける装置があると聞く。本来は怪我や病に対する治療を得るまでの一時的なもののはずだが。それで300年眠り続けてたっていうのか。なんでそんなことに。君を逃がしたネウェリがそうした可能性は。どういう意味だ。レナである彼女なら君より星船の操作を理解していたのではないか。彼女がわざと俺を300年眠らせたとでも言いたいのか。ティオハリム、それは言葉が足りなかったようだ。ただ私は気になっている。シオンとミコ・ネウィリ、誰かが300年前の誰かの血を引くのは当然のことだ。だがその両方が同じ人物、つまり君に関わっている。これは偶然なのか。俺に聞かれたって分かるはずないだろ。いずれにせよ、ネウィリがそうしたというのでないなら何か手違いがあったのだろう。複雑な機械は往々にして故障を起こすものだ。誤解を招いたのは謝罪しよう。ねえ、思ったんだけどさ、アルフェンの仮面って心を抑えたりするものだったんだよね。それって眠ってる間ずっと被ってたんだよね。そうなるだろうな。300年間ずっと。ねえアルフェン、もしかしたらそれが。アルフェンの記憶がなかった理由か。そして最も強く心に残っていた光景だけが夢として現れた。なるほど、筋は通っている。痛みが戻ったのも仮面が取れたことと関係あるのでしょうか。あり得るな。詳しいことはわからないが、精神への影響が肉体にも現れたのかもしれん。どうなってすまなかった。おかげで自分の謎が一つ、いや二つか、解けた。気にするな。私はどうやら空気を読むということが下手らしい。自分でそれを言うとことかな。シオン、無事でいてくれ。焦る気持ちはわかるが、休むときは休まないとダメだぞ。そうだよ、いざって時に力出ないよ。そうだな、ありがとう。うん、絶対にシオン助けようね。明日もよろしくな。
私は一人。行こう、シオンが待ってる。装備は見直したか。リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ？なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。親父のバカ野郎って叫んで気合い入れるとか、そんな感じか？ないよ、そんな栄称。あれはそのなんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前精霊力とは話できんのかよ。そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。あ、なあ、精霊力と会話できるんなら明日の天気とかお宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃね？ちょっと本気で信じてないでしょ。悪い奴がいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレイド！あっぶね！何すんだよ！うるさい奴がいるところに雷を落としました。やっぱただこのままってのはダメだよな。何が？な、あっと、なんだよ、リンウェルか。私じゃ何かまずいわけ？いや、そういうわけじゃねえけどよ。ただ考え事してたから。珍しいんだ。茶化すなよ、真面目な話だ。あ、ごめん。俺さ、シスロディアでガナベルトのために働いてただろ。うん、目の前で蛇の目に仲間を殺されたせいだったよね。ああ、前は寝ると夢に見てうなされたりしてたんだけど、最近あまり見なくなってきてさ。よかったじゃない。何がダメなの？あれは俺のやらかしの一部なんだ。だから忘れちゃダメな気がして。夢に見なくなったから忘れてきたってこと？なんで？どうしてそう思うの？なんでって、俺頭悪いし。思い出せなくなったわけじゃないんでしょ？そりゃそうだけど。だったらそれって忘れたんじゃなくて受け止められるようになったってことじゃないのかな。受け止め、アルフェンみたいに。そうなのか。うん、そう思う。ローはすごいね。え？私はまだうまく受け止められてないから、自分のこと。リンウェル、
よこの眺め。よそ見してて落ちるなよ。全力で行くぞ。向かってそこまでだ。早くの前にレアスラット。アクチンを奪つ、アクチンを奪つ、極寒の水蓮移動、アクチンを奪つ、極寒の水蓮移動。こいつ突っ込んできたぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった、任せたぞ。早くの前にレアスラット。ジェネシック、俺をオーラム後悔しな。エアスラット、エッショガン、エアスラット、早くの前にエアスラット、早くの前にテンペスト、シャリのセーリング、問題はないな。将になりかねる。それを防ぐのが私の役目です。俺の真骨だ。エアスラット、エアスラット、覚悟しろ。エアスラット、エアスラット、まとめて片付ける。ほわ、成功。私の全力だ。耐えられるはずもない。やってやれ。最下を飲み込む。俺に任せてくれ。エンドヒルド、ネイルストーン。かわいいけど持ち込まないんですよ。守るだけじゃないぞ。見てるぞ。メイルストーン。最下を飲み込む。正常の楽園を攻撃に出る。メイルストーン。最下を飲み込む。正常の楽園をなせ。メイルストーン。最下を飲み込む。正常の楽園を。火の精霊が止まった。動きを封じてやろう。リーベル、何でも動くの。任せて。もうしないで。アクチンを奪つ極寒の水蓮よ。攻撃に出る。アクチンを奪つ先行、先行なさせてよ。これでどうだ。残念。早くの前にエアスラット。早くの前にエアスラット。早くの前にエアスラット。やれるジェネシック。俺をオーラム。流れが来てんじゃねえか。
なる闇へ誘う。は俺がネガティブゲート死の精霊に来た。そこまでだ。覚悟しろ。まずはエフェクター飲み込む。だだぜ。突進は私が止める。お願いサラ。締めていこう。一休みしないか。掃除、洗濯、裁縫、一通り終わったかな。リメル、ちょっと話そう。まだ寝ないんだ。あまり早寝する習慣がないんだ。奴隷時代は眠るのが嫌だった。寝るってことはまた次の一日が始まるってことだったからな。ごめん。そういうリンウェルはどんな暮らしをしてたんだ。魔法使いの一族だったんだろう。やっぱり何をするのも魔法だったのか。違うよ、全然そんなんじゃない。むしろ使っちゃいけなかったくらい。いつ誰に気づかれるかもわからなかったから。そうか、おとぎ話みたいにはいかないんだな。その代わり毎日勉強はすっごくさせられた。変な話だよね、そのせいで迫害されてきたのに。一族みんなずっとそうしてきたんだって。どのくらい昔からそうしてたのかわからないけど。俺が覚えている限りでは、魔法使いのことはすでに300年前、それこそおとぎ話扱いだった。レナ人が来る前から迫害されてたんだろう。うん、でも考えたらどうしてなのかな。レナ人は精霊術でダナを支配したのに、魔法使いはなんでダナを支配しなかったんだろう。やろうとしたけど数が少なくてできなかったか、それともそんな気になれなかったのか。リンウェルはそうなってたらって思うか。思いたくない。どうして魔法だけが迫害されたんだろうな。剣だって人を支配する道具なのに。多分剣と違って勉強だけじゃどうしようもないからだと思う。血筋じゃないとダメってことか。手が届かないものは理解できない、理解できないから怖い、だから迫害する。だとしたら悪いのは魔法じゃない。うん。今日もお疲れ様。もうちょっと寝たい。
ばかり変わった輩がいるな。やばっ。どうだぜ。それはない。私が支援しよう。エアスラストロックブレーキ止めに来る。恵みの光を。ジャイアンヒール。おレインダル。よっと防げないよ。もう。闇へイザナオメガシブゲイト死の精霊術だロックブレイクぶっ潰してやる人類漏洩核恵みの光を無理は私の声が必要かの舞このもとにジャイアンヒーローは鬼か省略ブレイクエンジンか省略宿りで、クソ、私を怒らせたの。ロンド先生、あがくがいい。サイクロン、早くの舞、エアスラスト、早くの舞。やれるぜ、おたけるぜ。やれるぜ、やれるぜ。まとめて片付ける。はっ成功、拡大兵器。恵みの光を。光の精霊術。ここのところ運がいいな。術はあといかほど使えるか。
ろう。よりも動けそうだ。ここなら煮炊きできそうだな。ヨウも無事でよかった。ティオハリム、付き合ってくれるか。明日に備えるとしよう。行くか。